草が覆っている岩もあるような、そんな気がついたら今僕はここにいた。で、近づいてくると竹島っていうのかな、見えてきてですね、船が寄港していきますね。いい天気でよかったね。もっとね、時間とお金があればね、この島にも立ち寄って泊まってね、魚釣りなんかもしちゃってですね、優雅な時間を過ごすことができるんですけどね、お金の時間がないとこういうことになってしまうんですね。皆さん頑張ってるお金があったら僕に旅資金を寄付してくださいな。海なんですよね。よく見ると魚影なんかも見えたような気もしないでもないような、そんな綺麗な海が見受けられましたね。やっぱ鹿児島県を気がついたら今僕はここにいた。そんな感じでですね、三島村の最初の島、竹島に船が寄港したところでございましたね。やっぱね、鹿児島を旅するならね、まあ、九州を旅するなら伊東も含めて旅をしないとね。旅したことにはちょっと半分ならないような感じだと思うんですよね。いいな、もっとねゆっくりね立ち寄りたいなと思って、未練たらたらで船でね、こんなね、なんかこんな工場チックなものもあるんですよね。で、この竹島とお隣の硫黄島っていうのはですね、同じ火山のここに図があるんですけどもね、竹島と硫黄島の間がですね、カルデラになっているわけですね。で、干渉ではないんだけども、干渉場に残った陸地が、硫黄島とこの竹島なんですね。まあ、干渉っていうのはもっと南の暖かい方で、マーシャル諸島とかね、で、サンゴ礁も関与した感じで、ラグーンとかいうように分かれたものを干渉っていうんですけどね、まあ、ここの状況を干渉っていうのか言わないのかは、サンゴ礁との関わりがあるかないかなんですけどね、まあ、温暖化によってここも干渉と言われるようになる。干渉と呼んでもいいとするならば、この干渉の島なんですね。だからね、竹島と隣の硫黄島はちょっと近めで、黒島はまた別で。
地図でね、この三島村っていうのもね、昔からこう眺めてきたわけですけどもね、実際に来てもら 見ないとですね、分かんないことっていうか、空気感というかね、ああこういうところだったんだなっていう、なんかすっきりするようなね、そういう瞬間でね、実際に来るとですね、感じるようになると思いますね。船から眺められる人工物的なものはね、あまり見えなくてですね、やっぱり上陸してね、道を進んでいかないとね、見えないものが、そういう島でございました。いいね、うっすらと雲だけが見えています。前日は大変運転自転車に乗ってですね、次に向かっていく時間をね、眺めることができたんですよね。やっぱりね、これね、ちょっと噴火してるみたいなんですよね。まあ、雲がかかってるだけなのか、黙々と噴火してるのか、ちょっと分かんなかったんですけどね、僕の目から見た限り噴火してるように見えたんですよね。まあ常時噴火灯なんでしょうかね。硫黄といえばですね、群馬県の草津温泉のところから自転車に乗ってですね、長野県の方の高山村の方に抜けていった時の白根山ね、あの辺でですね、硫黄のね、黄色いやつとか見たことがあるんですけども、それと同じ黄色いやつがですね、今見ている山の中腹ぐらいにですね、いっぱいあったんですね。ああ、だからここは硫黄島なんだなっていうね、そういう感じがしましたね。やっぱりこれ噴火してるんじゃないかなって思うんですね。桜島よりもなんか、まあ桜島も噴火してますけどね、なんか桜島の方はなんか火山灰って感じなんですけど、こっちもはなんかもくもくと出ていて、硫黄ガスのね、雰囲気がするんですね。まあ、硫黄島ですからね。でも、中腹のところにさ、黄色いね、なんか、宝石みたいなのが浮き出してますよね。多分、あれは硫黄なんじゃないかなと思って、硫黄ガスなんかも出てんじゃないのかなと思うんですよね。硫黄島って結構ありますよね。あ、でも、海面の色がね、やっぱり、硫黄ですよね。硫黄だけに硫黄ですよね。あんなところ魚は住めないというか、変な奇形な魚が生まれたりする。なんか穴みたいな、動物みたいな穴もあるし、防空壕なのか鉱石を取ってああいうようなところ、面白い島だなと思いましたね。でも噴火したら大変なことになっちゃうんじゃないですかね。でも常時こうやって噴火してるってことはですね、エネルギーもね、解放されて、ね、力がたまっていかないという、そういうイメージもしますけどね。でですね、硫黄島はですね、九州がある方とは反対側の方にですね、港があってですね、なんか穴が開いてますよね。海の色もね、なんかミステリアスですよね。こんなところ近づいてみなきゃわかんないよね。漁船が一つ向かっておりますけどね、一艘裏側に来ましたね、九州がある方から見ると。そして近づいていってで、港のあるようなね、建物もあるような、そういうところに近寄っていきます。あのね、火山の山とはちょっとひときわ離れているようなところです。でもね、ここはここでですね、海の色がですね、ドロドロなんですよ。これは硫黄なのか土砂なのか、
ジョージー、泥が溶け出して港、海底がそういう土壌になっているのか、島から流出しているのか、本当にミステリアスな島だなと思いましたね。硫黄と泥が混じり合う真っ赤なね、海なんですね。抹茶色っていうか、こんな海あんまり見たことないよね。東京だったら5000、東京5000かな、赤潮かなみたいな雰囲気になりそうな。でもこれはやっぱり天然というか、天然。気がついたら今僕はここにいた。硫黄島でございます。三島村の硫黄島でございます。そんな感じ。